いや、これはおかしい。絶対におかしい。ネットでポチりたいです。昨日ユニクロとザラから同時に荷物が届いたんですけど、なぜか、なぜかっていうか自分でポチったからなんですけど、でもそれが同じ人間がポチったとは思えない全く違う服で、これとこれですよ、これとさ、これですよ。これ本当にどっちも自分でポチったのかなと信じられなくなるんですけど、まずはユニクロ U、 ユニクロ U から見ましょうか。どっちもウィメンズの女性用のオンラインサイズなんでポチるしかなかったんだけど、届いてからすっとルックブックを撮影すればよかったんだが、結構喋りたいことがいっぱいあるんで、まずこの動画を撮らせていただいてます。二つあって、一つ目がこれですね。ラムブレンドジップアップジャケット。これ 3XL にするか 2XL にするかサイズ悩んで、結局 2XL にしたってやつ。だけど、お店でこの1個下 XL を試着してみたら、それでよかったんじゃねってなったんで、これ届いてみて心配、場合によっては返品かなと思ったんだが、2XL 着てみたところ、そんなに悪くなかったね。179cm で、まあ、女性用の 2XL。ドライバーズニットにパッチポケットが2つついたみたいなデザインで、なんと言ってもね、この丈感、もう極端な短丈、そこがよくってさ、この 2XL もそこまででかくはないから、まあなんなら、これ一応ジャケットだから中に薄手のニットとかスウェットとか重ね着するんだとしたら、まあこのぐらい現状でちょっと余裕あるくらいはいいのかなと思って、男性ではなかなかないような短丈を楽しみたいって方の服だと思うので、まあ、そうじゃない人が無理やり丈伸ばすためにでかいサイズにしない方がいいかなというのがちょっと個人的な感想です。お、なんか来た、なんか来た。ちょっとユニクロ U の途中ですが、これだけのための動画を撮ってる余裕がないので、開封だけさせて、開封だけさせてください。T シャツなんですけど、本当はね、9月の中頃に届くはずが、結構時間かかったな。黒糖ツインズというとてもイケているバンドの T シャツでございます。じゃあユニクロ U の今度ルックブックやるので、その時になんか絡めます。ということで、どこまで話した？あ、そうだ、一個だけちょっと注意っていうか、別にね、若い方には関係のない話なんですが、このニットのね、生地がかなりしっかりしてんのよ。しっかりして、上までジップをガッと上げると、ネックが高いっていうこともあるんだけど、まあ、俺みたいな年齢の、まあ、俺みたいな、こう、いろいろたるんできてる人がさ、こう、顎を引いた時に悲劇が起こるわけね。ちょっと、ここから閲覧注意なんですけど、こう、顎引いた時に、何重顎だよっていう、ここにいろんな肉とか皮とかが寄ったりとかするんですよ。実は着てる本人ってそれあんまり気づかないんで、俺何年か前に免許を更新する時に、これじゃないけど、まあ、タートルネックのセーターを着ていってさ、写真撮る時に、小顔に見えますようにつってこう、顎を引いてね、ちょっと上目遣いで撮ったことがあるんですよ。で、免許を受け取るじゃん、最後に。で、その時に、可愛く撮れてますようにっつったら、こう、30顎ぐらいの写真が、それを何年も使い続けたっていうことがあるので、まあ、そこだけ、この、しっかりしたネックっていうところだけ、ご注意ください。で、もう一個、ユニクロ U で追加で届いたやつが、こちらです。コットンブレンド、コットンとナイロンの、ハーフジップ、ブラウス。ブラウスっていう名前なんだけど、実物、まあ、ナイロン入ってるからか、結構ね、なんかちょっと、若干アウター感があるというか。で、もう、言っちゃいますが、私、今回のユニクロ U、今シーズン一番のヒットアイテムが、これです。特にこの色ね、179cm の私が、こんな感じになりますね。2XL。一番でかいサイズ。これは 3XL ないんで、一番でかいオンラインサイズです。これもでも相当な短丈だね。かつ、ウエストがゴムなんで、こうキュッと上に上がってくる感じだから、短丈が苦手な人には絶対ちょっとおすすめしないアイテムなんですが、で、短丈ではあるんだけど、そんなに窮屈な感じはしないっていうか、特にこのアームホールのでかさ見て、まあ、ブラウスって言えばブラウスでもあるのかもしれないけど、俺はね、このアームホールの広さは、なんかリバースウィーブ的な、古着のリバースウィーブのなんかすげえなって、アームホールでかすぎねって思った時の
イメージですね。というかどっちかというと丈が縮んで横が残ってる、幅が残ってるスウェットを着てる気分かな。でもってこの内側ね、生地は軽いんだけど、この内側前身頃とあと首ネック上げた時に首が当たる部分がフランネルになってて、肌当たり肌触りがいいのと暖かさもねある程度期待できるっていうのがライフウェアだなって感じなのと、あそうだ、あの首といえばこれもちゃんと上までビシッと上げるとそれなりに首が高いんですよ。だからさっきのニットみたいになるかなと思いきや、そこまで頑固な素材じゃないからこう顎を引いてもそんなに影響が出ないっていうのが、まあ、助かるポイントでもある。あとなんだろうな、見ようによってはっていうか気分によってはアノラック的な、ここの胸のところにもしでっかいポケットがついてたらなんかアノラックみたいなスポーティーな感じでも着れるし、この特にこの色、この黒に関してはテック系なイメージもあって、ほんといろんな要素、いろんな服の要素がこの中に含まれていつつ、なんか他にはなさそうなアイテムっていうことで、ユニクロ U なのに結構激レアな激レアじゃないんだよ、すげえ作ってるとは思うんだけど、俺の中ではユニクロ U の中の激レアアイテムなイメージです。ということでユニクロ U はここまでにしといて、続いてこちらです。ザラとハリーランバートコラボ、これも追加でポチったっていうか翌日じゃないとオンラインでポチれなくなってたやつで、ジャッカードのニット T シャツですね。ゾウさん柄のやつもあったんだけど、それとこれどっちにするかだいぶ悩んだが、この色ね、ボルドーにも見えるけど俺にはねちょっと茶色っぽく見えて、鉄サビ色に見えたんだけど、でも実際見るとちょっとボルドーっぽいかな。179cmで L サイズ、ルックで見て結構コンパクトなデザインだと思ったんで L でも結構ぴったりだったら、まあそれはそれでいいかなと思ったが、まあやっぱ L だからでかかったね。でかいんだけど短丈、こちらも短丈です。引き続きもう短丈しか体が受け付けなくなってるのかも。コットンとアセテートの素材で、まあ、ニットなんだけどさらっと着れてね、今だね、まさに今自分こっから10月11月くらいまでかな、冬は厳しいかもしれないけど今着るのにちょうどいい。あとはね、なんだろう、あの特に言うことないんだよね。このリブが長い感じとかハリーランバート好きな人はおなじみなデザインだし、おなじみじゃない人はもうなんか受け付けないデザインだったりするかもしれない。好き嫌いがすごくはっきりするデザインで、俺はそういう服が大好きで、あとまあ強いて言うとしたらこの中ね、あのこれまあ一応コットンとはいえニットじゃん、これ1枚で着てもねコットンだからチクチクとかはしないんだけど、洗濯を毎回するのもさ形が歪んだりとかするの嫌だから中に T シャツとか入れたくなるでしょ。その時に問題なのがこの袖なんだな。袖が結構短いから普通の T シャツだとはみ出してきちゃうのよ。で今俺これスウェット、半袖スウェット着てるんですが、中に着てるのがこれがねユニクロ U です。ユニクロ U の女性用のクルーネックティーをちょっと安くなったタイミングで何枚か買っといて、なぜかというとユニクロ U の女性用のやつは短いのよ、こいつはいいやと思って一番大きい 3XL をポチりました。今このザラハリーランバートの中にもそれのベージュかな、ベージュを入れてみたら、まあ、チラッと見えてもベージュだったら色そんなに気にならないしっていうことで、袖からは全然出てこないしっていうことで、あのねユニクロ U の女性用のクルーネックティー、今まだサイトに全サイズ全色あって定番なのかな、だから安くなったり期間限定になった時にまとめてまた買うかも。半袖の中に着るにはちょうどいいわ。でハリーランバートとザラのコラボで追加で届いた2つ目がこちらの刺繍シャツで、追加で届いたっていうかね、これ M サイズなんだけど実は L サイズがもう家にあって、前の動画で喋ったんですが L がねあまりにもでかかったのね。だから1個下の M をポチれたから追加でポチって、ちょっと申し訳ない気持ちもありつつこの M と L で比べてみようということで、結果 L は返品します。 M が
ジャストでした。179センチの私が、まあ、M サイズを着て、まあ、ジャストとは言え、これでもかなりリラックスして、袖も結構燃え袖にはなってんだけど、むしろ L サイズでもっと燃え袖でも全然良かったんだが、ちょっとね、これわかるかな？肩のこの縫い目、継ぎ目のところが、ちょっと角張ってとか出っ張ってるように見えてて、M でも若干そう見えるんだけど、L がもっと、まあ、でかいから、肩が、なんだ、張って見えるっていうか、肩幅がでかい人にちょっと見えちゃって、M だと、まあ、そこまで気にならないので、でもって、まあ、もうね、もう、言うまでもないんだけど、この刺繍が最高です。子供の描いた、まあ、サーカスの絵なんだと思うんですが、刺繍なんで、生地があちこち引っ張られて、シワっていうかね、なんかいろんな表情がね、出てくるわけ。それプラス、もう当たりみたいなのが縫い目のところとか出てて、すごくいい感じの古着に出会えたっていう。まあ、そもそも今回のハリー・ランバートのコンセプトが、古着屋で見つけたい服ってやつだからさ。それにまさにコンセプトにバッチリっていう意味でも、俺今回のザラとハリー・ランバートの中のベストは何かと言われればこれだね。ただもう一個届いてないやつがあって、スニーカーなんだけど、前からこれ絶対欲しいって言ってたスニーカーの特に色ピンクのやつが無事ポチれまして、今度の水曜日に届く予定だね。その時にもしかしたら順番が変わるかどうか。でも現状はこの刺繍シャツがナンバーワンということで、同じ人間がポチったとは思えない、まあ2つというか4着の服を見ていただきましたけど、逆に言うと人間はまあ同じ人間でも着る服によって人格が変わるとは言わないけど、気分が大きく変わるじゃん。例えばなんか悲しいことがあった時に悲しい気持ちをもっと味わうための服も必要だし、その悲しさを忘れさせてくれる服もあっていいと思う。その選択肢がいろいろ今クローゼットにあるから、俺はなんか何があっても着る服によって自分の気持ちをコントロールできるかななんて思ったりとかしていて、それがいろんな服を買う理由の一つなのかもしれない。体はね、一つしかないのにね。で、そんな体は一つしかない私が、また別の人格になれそうな服がですね、今度の木曜日か、発売になります。ザラとステファノ・ピラーティという方の、今、まあ、もうなんか、ルックとか、アイテムの値段とか探せば出てくるようだけど、ちゃんと見れてないんですが、これはこれで全然違うから、まあ楽しみなんだけど、忙しすぎて、多分ギリギリにならないと何を買うかは決められないと思いますが、もう一つの人格を手に入れるには買うしかないんですよね。 Hit it!